こんにちは、白井ミュージックの白井俊光です。今回ご紹介するのはこちら、クラッシュというブランドのですね、アクリルシェル、の透明ですね、透明な、ドラムセットです。今回のモデルはバスドラムが20インチの口径、深さが20インチ、20×20インチの、バスドラムとフロアタム、口径が16インチで深さが14インチという、ちょっと浅めなフロアタムですね。タムタム、12インチ ×8 インチで10インチ ×7 インチ、これも若干浅めです。もう一つですね、このアクリルのドラムセットで、口径が22インチと大きくなって、深さが18インチとこれよりも浅くなる、まあ、それでも深いんですけどね、そういうモデルも、ありますが、今回は口径20インチのモデルにしました。20インチという、口径でちょっとまあ小さいんですけれども、すごいローの出方とか聞いてみるとですね、十分なローが出ていますね。ちょうど、マイクとかで取りやすい感じのローが出ていると思います。そしてセッティング自体をですね、このタムもちょっと浅めなので、低くできるので、こうタム回しやすいというですね、そこもすごいポイント高いのかなと。演奏性も高くて、ローもはっきり出る。で、音色なんですけれども、アタックが小さな音でも、すごいクリアに出て、大きくしていった時にちゃんとローもブンと出てくるという形で、試奏している時ですね、音量をこうわざと小さくしたり大きくしたりとかしているんですけれども、すごい粒が見えやすいサウンドというのが分かっていただけると思います。ではですね、演奏の方を聞いてみてください。でしょうか。まずですね、ヘッドのところなんですけれども、今回試奏に使った、ヘッドなんですが、座面を、レモのクリアエンペラーに変えてあります。で、バスドラムなんですけれども、エヴァンスの、E マットヘビーウェイトというヘッドにしています。もともとはですね、こういうワンプラインの、クリンプロックの、クリアヘッドが、貼られています。バスドラムも、ワンプライで、こういうリングミュートがついた感じのヘッドというのが、付属しています。なので、ちょっとまあヘッドが違うことに関してはご了承ください。タムなんですけれども、よいしょ、こういう風に一回外しますね。よいしょ。で、
タムホルダー、これですね。で、このアタッチメント、ね、がついてくるという形です。このアタッチメントもこうクロームなんですよね。ちょっとそれはちょっと僕の中で、このクリアシェルにちゃんと合わせてこうクロームなのが来てるのがちょっと上がりましたね。で、まあいわゆるシンバルスタンドとかにこのアタッチメントをこうちょっと緩めて、よいしょ、そうするとこうパカッと開きますので、でスタンドにガホッとつけて、でこのタムホルダーをガボッとつけて、でタムをつけるという形なので、今回はタムスタンドですね、パールのものを使ってまして、この上のこのパーツは ADP30 というものなんですけれども、それでまあこのスタンドから2つつけてます。例えばここはシンバルスタンドでこういうアダプターを2つつけてということもできますよね。なのでまあいろいろなセッティングの仕方はできると思います。あとですね、このシェル見ていくと、いわゆるシームレスですね。なんていうのかな、継ぎ目がない。あのアクリルの板をこうやってやるとここに継ぎ目ができますよね。タマのスタクラミラージュとかはそうだし、ラディックとかもそう、こう継ぎ目が普通あるんですけれども、継ぎ目がないタイプね、パールとか継ぎ目なかったですよね。昔のアクリル、そういう感じの。シェルになっています。ちゃんとこう重さもしっかりあって、アクリルちょっと厚い感じですね、のシェルになっていますね。個人的に感心したのはですね、エアホールの位置です。バスドラムは打面からちょっと近いところについていて、タムタムはですねこうちょっと遠いところで、打面からフロアタムも打面から遠いところにあるんですけれども、打感とかですね、音の抜け方、あとボトムの反応の仕方っていうのがすごいちょうどいい位置についていて、どこまでこれ狙ってときっとクラッシュだから計算してるんですよね。なんかすごいクラッシュってよく考えられて作ってある印象があるので、すごいよくできたセットだなと思いました。あとまあタムホルダーベースのここですね、もういわゆる4箇所で止める、リムズみたいな形のやつが1つ2つ3つ4つあって、でここの深さが変えれるみたいな形の、アタッチメントなんですけど、まあパールさんのあれ、オプティマウントに近い感じの、マウント方法です。これもですねすごいよくできているなと思いました。ということで、今回ご紹介したのはクラッシュの、アクリルのドラムセットなんですけれども、すごいチューニングもしやすくて、で音も小さな時から大きなところの、さっきのこの話した、アタックのクリアさとかですね、ポップスとかですごい使いやすいし、実はまあそんなに大きな音量じゃないけれどもしっかりと粒を聞かせたいような場合、吹奏楽とかも割とありえるのかな、そういうの、そういう時にもいいんじゃないかなと思いました。ということで、今回ご紹介したのは、クラッシュのアクリルのドラムセットのご紹介でした。白井ミュージックの白井俊光でした。